とはすれども、あー姿も見えた。青いグッピーってすんごい久々のような気がするんだけど、ははー、そうですか。はい、とりあえずサイド開けさせます。これね、第3波で来たんじゃないかな、きっと。この間と紹介したあの黄色のグッピーの色違いだね。はい、それではサイド脇確認。いやー、喉の調子やっと少しだけ良くなって、あとねコントローラー新しいのに買い替えました。全く同じモデルだけど、こんなになんていうの、レバーとかボタンが軽かったんだってびっくりするくらい違いますね。相当手垢で重くなってたみたいまるで別物かもしれないな、もしかしたらな。ちょっと重さも軽くなったような気がする。このゲームコントローラー最高だね、ほんと調子いい。これかな、来たね。やっぱり第3波だ。でもサイド落ちします。なかなか渋い色だな。あ、これで全部見えたかもしれない。確かこれスーパーチャージじゃなかった。あ、そうだね。そうするとここで使えるね。はい、ここで使えます。これ取らないよ、一応ご紹介するだけね。3350万。はい、ということです。3つ並んでますので使えます。はい、こういうポータルです。久々のステーション脇だし、久々のっていうか本当珍しいと思うんだよな、青のルッピーってあんまり記憶にないな。ということでした。あったね。すんげえコントローラー調子いいわ。ほほほほほ、めっちゃくちゃ軽い、やばいくらい軽い。今までなんであんな重いの使ってたんだろうっていうくらい、同じ製品なのにこんなに違うんだね。使い込んだやつと使い込んでないやつじゃ。じゃあねー。